キャセイパシフィック航空機撃墜事件は1954年7月23日に発生したキャセイパシフィック航空機が南シナ海上で中華人民共和国の人民解放軍空軍によって撃墜された事件である。生存者の捜索をするアメリカ軍の SA-16、救難飛行艇バンコク国際空港発イギリス領。 香港開拓空港域として運航中の、キャセイパシフィック航空のダグラス DC-4 が、中華人民共和国の海南東沖 37km の南シナ海上を飛行中突如、中国人民解放軍空軍のラ -11、戦闘機2機に銃撃され、海南東沖に緊急着水した。銃撃でエンジンと燃料タンクが被弾し、 操縦系統も損傷したためにコントロールが途中で効かなくなり、機体は激しく海面に叩きつけられた。中国人民解放軍空軍機は着水後に現場を去り、間もなく緊急通信を受信したイギリス軍や、普通インドシナに駐留するフランス軍の軍用機が急行し、生存者は最終的にはアメリカ軍の救難飛行艇によって救出された。 乗客12名乗員6名のうち、乗客8名乗員2名の合計10名が死亡し、8名が救助された。また、キャセイパシフィック航空機の生存者を捜索していた、アメリカ海軍の空母ホーネットと、フィリピンシーの艦載機が、中国空軍のラマイナス11戦闘機2機に攻撃を受けたため、交戦の末これを撃墜している。そもそも、 中国人民解放軍空軍機が領空侵犯したわけでもない民間航空機をなぜ事前の警告なしに攻撃し撃墜したのかという事件の核心部分は中華人民共和国当局から明らかにされず中華人民共和国政府からの謝罪も事情説明もなされなかった。しかし、イギリス政府と中華人民共和国の協議の結果、 キャセーパシフィック航空に対して268,500ポンドが支払われた。そのため、何らかの中国人民解放軍空軍内部の判断ミスがあり、それを案に認めたと言えるが、実際はどうしてこのような事件が起きたかは明らかではない。 h t t p w w w j o e b a u g e r c o m u s a f c r e 1 9 4 2 4 h t m l ハット航空テロデビッドゲロー1997年リチャード P ハリオン手島なお朝鮮半島空戦機朝日ソノラマ1990年ありがとうございます